第1問、このひらがなを漢字にしなさい。ちょっとわからないな。第2問、この漢字を読みなさい。キュイ。第3問、このひらがなを漢字で書きなさい。え、これもちょっとわからないな。第4問、この漢字の読み方を答えなさい。くしゃみ。簡単だよ、任しといて。漢字を書けなくても漢字を読めれば日本で普通に生きていけるかも。ご視聴ありがとうございました。